タイの新南部とは、マレーシアとの国境付近、南部のパッターニー県を中心とする地域を指す。具体的には、主に、パッターニー県、ヤラー県、ナラーティワート県の3県にある程度の、マレー系住民の住む、ソンクラー県を加えてこう呼ぶ。住民は、マレー系が多く、現在でも、タイからの独立を目指す動きがある。 同じく、マレー系住民の多いサトゥーン県については、歴史的に、ケダ王国やタイと、親密な関係を保った、ケダスルタン国の支配する地域であったため、口述するが、パタニ王国復興を掲げた運動には関わらないことが多く、テロ活動の文脈では含まれないことが多い。中、以下の文では、中立的な観点から、マレー語的表記である、パタニを、 王国時代の表記あるいは、マレー人的観点からの用語に対して使い、タイ語的表記である、パッターニーを、イ編入後の地名表記に使用した。現在のタイ南部には、ランカスカ王国が存在した。この王国は、現在のマレーシアのクダ州、クランタン州、トレンガヌ州、及び、タイ国のパッターニー県、ヤラー県、ソンクラー県、サトゥーン県を領有していた。 この王国は初期にはヒンドゥー教を国教としていたが、イスラーム化が進行し、後の15世紀中期にイスラーム化した。パタニ王国は、ヨーロッパや中国、日本との貿易により17世紀には、マレー半島の貿易の中心として黄金期を迎えたが、王国は常に、スコータイ王国やアユタヤ王国の複属化にあったため、独立を求めて、たびたび争った記録がある。 パタニ王国は、パタニ王国内部の清掃に加え、18世紀後半には、ソンクラーに、親体的な家人の政権が誕生し、パタニに代わる交易拠点として、発展を遂げたため、その貿易拠点としての価値が減じた。その後マレー半島を狙っていたタイに、進出の機会を与えてしまう。タイがビルマによって滅ぼされ、ターク新王朝をもって復興し、 ラーマ一世がチャックリー王朝を建てる18世紀には、パタニ王国は非常に衰退していた。パタニは、アユタヤ王国の後継者を自称する、新生体への服属を拒否したため、大軍がパタニに遠征し、この時、ラーマ一世の子である、スラシー新王は、スルタンムハンマドを殺し、パタニを完全に支配下に置いた。この時の記録によると4000人にも及ぶ、 パタニ人がバンコクに連れて来られ、運河を掘る労役をさせられたという。その後1791年から1808年まで、パタニは、タイ政府に対し抵抗を試みているが、タイは、パタニを、分割統治することでその力を、そぎ抵抗を、抑え込んだ。パタニは1837年にも、モハマッドサードの対乱を起こして、タイ政府を悩ませた。 1882年にはパタニは正式にタイへ編入され、タイ人知事がタイ中央から派遣されるようになった。1902年にパタニ国のスルタン制は廃止され、続く1909年にタイ政府が大英帝国との間に結んだ万国条約によりパタニ領の大量化が国際的に承認され、旧パタニ王国はモントンを形成した。一方、 パタニ諸法のうち、クランタン、ケダ、トレンガヌ、プルリスはイギリスに割上され、後に、マレーシアの一部を構成することになる。その後、1933年のモントン解体により、現在の新南部三県が成立した。第二次世界大戦時には、タイは、日本と同盟した。この時タイは、旧日本軍に対しマレー半島の英領マレーに、対する優越を認めた。 その一方で、パタニ独立運動の指導者であるトゥン・マフムッド・マフユッディンは、日本の敗戦による、パッターニー独立を条件にイギリスと同盟した。一方でパッターニーの住民は、戦時中のピブーンソン・クラーム首相によるラッタニーを無に頭を痛めていた。この心情には仏像に礼拝するなどの項目が、含まれていたからである。1945年日本は敗戦し、 その後イギリスの約束通りパッターニーが独立するかに見えたので、住民はパタニ国旗を挙げたという。イギリスは約束を保護にし、パッターニーは再び大量へ戻った。その後、いくつかの独立を目標とするグループが組織された。戦術のトゥン・マフムッド・マフユッディンは、自身がパタニ王国のスルタンとなる独立を目指していたが、 一方でハジスロントックニマの支持する路線は、旧イランのようなイスラーム革命を行った国を理想とするパタニイスラーム共和国を打ち立てようとしていた。なお現在ではパタニ連合解放組織が有力な組織である。大政府はイスラーム人口の多い南部4県への国民統合政策を実施した。ソンクラー県は、復権経過人と仏教徒の移住者が多く、 ハジャイが南部の経済中心都市として、タイ中央やペナンとの関係を維持した。一方、サトゥーン県はもともと、ケダスルタン国の一部であって、日常的にはタイ語が使われ、タイ文化との接触が大きかったため、統合の経過は比較的穏やかである。しかし、日常的にマレー語を使っており、マレーイスラーム意識の強い新南部三県においては、 大国への同化に激しい抵抗が生じている。新南部3県では、国王襲撃事件など、たびたび事件が起きていたが、政府の開発が大きく遅れたことや、汚職公務員や汚職警官などの、島流し先としてこの地域が使われたため、新南部3県はあまり好ましい条件であるとは、言えなかった。さらに、この地域のマレー人意識が強い人々は、 タイ政府の学校には通わずこの地域やクランタンに特有のボンドックに通い、タイ語教育を拒否するものが多かった。また、教育の機会を中東の大学に求めてイスラム教とアラビア語の知識を深めたが、タイでは雇用の機会を得られず、貧困が深刻化していった。パタニ地域の分離独立運動が激化したのは1950年代と1970年代で、ある。 タイ政府の強権的なゲリラ総統作戦はかえって、中東の過激なイスラーム主義運動に、ムスリム住民をなびかせる結果となった。1980年代には、タイ政府は方針を転換し、一般タイ人へのムスリムへの理解を深める、文化政策や地域への援助を含む開発策を講じ、1990年には、マレーシア側との軍事、開発協力計画が成立し、 この地域の治安は一旦沈静化したかのように見えた。だが、大臣、過人資本家による南部開発政策は、結果として、富裕層と貧困層の溝を広げた。2000年以降、半島を横断するガスパイプラインの建設をめぐり、NGO やムスリム住民による反対運動なども起こっている。タクシン・チナワットが、首相になるや、否や、 タクシンの強権的な政治体制が新南部三県の住民を刺激し事態は一気に悪化した。2004年4月28日には大規模な武力衝突がクルーセモスクで起こっている。このような反政府運動の多くはパタニ王国最高を掲げており、栄光の時代であったパタニ王国時代への強い回帰思考が伺える。 その上で栄光を奪い貧困の原因を作った大政府を敵視し独立すればかつての栄光が戻るという希望がこのような運動を生み出した背景であるとも言える。またこのような運動の高まりとしてアメリカ同時多発テロ事件が引き金になっているとも指摘されている。二0 1年現在、新南部三県ではイスラーム武装組織による爆弾テロや 軍や警察車両を狙った襲撃事件が多発しており、これに国境付近で活動する地元の麻薬密輸組織も襲撃事件を起こし、治安は最悪の状況である。イスラーム武装組織のテロの標的は政府機関だけでなく公立学校や教師も標的となっている。テロの死傷者の数はムスリムと仏教徒の半々の割合である。 仏教増殺害事件なども起こっていることから仏教対イスラム教との構図で捉えられることもある。実際、新南部三県ではムスリム人口の方が多いにもかかわらず、モスクの数が少ない。逆に仏教と人口が少ないにもかかわらず、仏教寺院が多く建設されている。また、断食月の最中でも、 これとは関係のない仏教徒が飲食を行うため、ムスリムの中には自分たちの宗教がないがしろにされている、尊重されていないと感じ、仏教徒に対する反感の土壌になっているとの指摘もある。逆に多数派大臣の間には、新南部三県でテロが続発していることから、ムスリムイコールテロリストという偏見が広がっているとされる。一方で、こうした 住民対立を解消しようと地元の NGO が対話活動を行っている。タイ政府もこうした事態を深刻に受け止め、インフラ整備や福祉拡充などを行っているが、参観部では住民支援にも治安の悪さから軍の動向が必要である。2006年9月19日のタイ軍事クーデター以降は親宅新派の反独裁民主戦線と、 反シン派の民主市民連合による国を二分する対立に、大政府が暴殺され、新南部三県にまで政府の対策の手が回っていないというのが今日の現状である。マレー半島で最初のイスラーム化を示すトレンガヌヒブンが13世紀に現れる。T.M. フレーザー、2012、タイ南部のマレー人、東南アジア漁村民族史、東京、風教者。 2011年8月26日放送ワールドウェーブトゥナイト NHKBS1 ありがとうございます